戦艦ヤマト。皆さんどうも、霊夢です。皆さんどうも、マリサです。今年2023年、令和5年、2月13日、急性心不全のため惜しまれつつも、松本零士先生がお亡くなりになられました。まずはご冥福を、お祈りいたします。ついこの前、水木一郎兄貴も亡くなられたばかりなのに、令和に入ってから、昭和の偉人がどんどんと旅立たれていくね。まあ仕方ないところはあるな、昭和からご活躍されてる方も年齢を考えると、どうしてもというところはあるな。寂しい限りではあるけど、昭和の偉大な方の残した素晴らしい作品たちを、今後も伝えていきたいと思います。ということで今回はいよいよ、1974年に入っていくのと同時に、松本零士先生が関わられた代表作でもある、宇宙戦艦ヤマトを、紹介していこうと思うのぜ。いよいよ1974年になっていくのね。しかも宇宙戦艦ヤマトって、74年放送だったのね。あとかつて問題があったので最初に言っておくんだけど、松本零士先生は、ヤマトの原作者ではないということだな。正直松本零士先生だと思ってた。元は、西崎義信プロデューサーと、脚本家である藤川圭介さんと、豊田有恒さんの3人で、企画は始まったようだ。最初は先生、いなかったのね。豊田庵におけるタイトルは、アステロイド6といい。最有機を下敷きにして、遠い星に人類を救う、放射能除去装置を取りに行くという基本ストーリーであった。もうこの原案でヤマトになってる。さらに宇宙船は、小惑星そのものにエンジンを組み込んだ、岩石宇宙船イカルス、と呼ばれているものであったが、岩石宇宙船の内部に、戦艦が内蔵された、アステロイドシップヤマトとなっていき、放射能汚染された地球を救うために、ヤマトが放射能除去装置を求めて、イスカンダル星を目指すという大筋が完成した。おお、これもうほぼ完成じゃん。この企画が出来上がった段階で、松本先生がデザインということで、参加していくことになり、企画書にあったキャラクター設定、メカ設定が一新されていき、ここでおそらく一気に、松本零士色が強くなったと思われるな。なるほど、元の企画そのものは別として、デザインなどをされたから、一気に先生のイメージが強くなったのね。後のメーテルもだけど、先生の描くキャラクターなどはとにかく綺麗だし、インパクト強いからな。さらに監督を務める予定だった、山本栄一さんが他の仕事のために、ヤマトから抜けることになり、演出をされている、石黒昇さんのサポートを受けながら、松本先生自らが監督を務めることとなった。すごい、先生自らが監督までやられてたのね。ということで宇宙戦艦ヤマトは、西崎義則さんをプロデューサーに、監督は松本零士先生、絵コンテ、美術、設定デザインも担当。演出は石黒昇さんが担当で、松本先生のキャラクター原案をもとにキャラクターデザインは、岡瀬この部広さんが担当されていった。いろんな方が担当されてるとはいえ、松本先生がこれだけ関わられてると、そりゃ色が濃くなるよね。ちなみにスタッフの中には、次にブームを起こすことになる、あのガンダムの生みの親とも言える、富野義行さんと、安彦義和さんのお二人も、絵コンテで参加。ついにこのお二人がうちの動画内でも、表舞台に出てくることになったか。特にこの時代の富野さんは、虫プロを退社されて、さすらいのコンテマンとして、各スタジオを渡り歩いてる頃で、3日でコンテを仕上げる仕事人として重宝されていたが、若さゆえの野心というか、かなりギラついてた頃でもあるようだ。まるでシャアの若い頃みたいだな。ということでヤマトでも、西崎プロデューサーに絵コンテを、半ば強引に頼まれたらしいんだけど、ストーリーが気に入らないとして、勝手に手を加えて渡したことで、西崎さんが激怒したらしく、一応ちゃんとストーリー戻して、絵コンテを再納品したが、それきり二度と、西崎さんからの依頼は来なかったという。いやそりゃ、勝手に修正したら誰でも怒るよ。これが若さゆえの、過ちというやつか。反省したかと思えば、ヤマトを潰せを目標に、数年後にガンダムを作るきっかけになったという。なんというか、すごい人ではあるけど恐ろしい人だね。才能と野心を秘めた、リアルなシャアって感じがする。ヤマトを超えたかどうかは、人の主観にはよるけど、数年後にブームを巻き起こしてるわけだから、有言実行してるわけだな。とにかく昔から、流行ってる〇〇をぶっ潰すというところが、今も昔も変わらない人だよな。
あと音楽を担当されているのは、ザ・ピーナッツなどの作曲でいろいろと有名な、宮川博史さん。ちなみに息子さんである宮川明さんは、後を引き継ぐようにヤマトリメイクの、2199の音楽を担当している。おお、親子でヤマトに関わられてるのはすごい。本当に歴史が長いよね。あとオープニングは、宇宙戦艦ヤマト。エンディングテーマは真っ赤なスカーフという、二大名曲。主題歌や劇中曲ともに、西崎さんの強い意向でフルオーケストラで、宮川さんによって作曲されていった。当時としてはフルオーケストラは珍しかったが、作品のヒットによって、アニメ音楽はオーケストラが増えていくこととなった。フルオーケストラによるアニメサントラは、本当にいいよね。大好きで何度も聴きたくなるよね。あと曲を歌うのは、アニメソング界の大王と呼ばれる、佐々木勲さんだな。いよいよアニソン歌手としての佐々木さんを、紹介する時が来たのね。これまでもアニメの曲を歌われたり、もしくは俳優としても活動されていたが、ここでいよいよ最大のヒット曲と出会ったわけだな。佐々木さんといえばいろんな代表曲あるけど、やっぱり宇宙戦艦ヤマトだよね。ということでいよいよ1974年、10月よりヤマトは、読売テレビ制作、日本テレビ系列で放送が開始されていく。時に西暦2199年、地球は今、最後の時を迎えようとしている。21世紀の初め以来、宇宙侵略を着々と進めてきた謎の宇宙艦隊は、ついに太陽系へその魔の手を伸ばし、地球に対して有性爆弾による無差別攻撃を加え続けているのだ。地球人は地下都市を築き、必死に生き延びたが、地球防衛軍の懸命の努力にもかかわらず、謎の宇宙艦隊は圧倒的に強力であり、地球人の絶滅か奴隷化を要求して、情け容赦のない攻撃を繰り返してきた。次第に戦力を失っていく地球防衛軍にとって最後の頼みは地球防衛艦隊であったが、強大な謎の宇宙艦隊の攻撃の前に、今や地球防衛艦隊は壊滅しようとしているのだ。有性爆弾による放射能の汚染は地球の表面はもとより地下をも着実に侵し始めていたのである。もはや地球に健康な土地はなくなった。人類はただその絶滅の時を待つだけだろうか。明日への希望はないのだろうか。見ておれ悪魔め、わしは命ある限り戦うぞ。決して絶望はしない。たとえ最後の一人になってもわしは絶望しない。とこのようにいきなり悲壮感あふれるナレーションとともにヤマトの物語は始まっていく。いやー、なかなかに恐ろしい始まり方だよねー。有性爆弾によって青い地球が、まるで火星のように水が干上がって、放射能汚染まみれの赤い姿として映るのが、すごい衝撃だな。そんな地球を見て、不屈の精神で戦うことを誓った老人。彼こそが、宇宙戦艦ヤマトの初代艦長、沖田重三。やっぱりヤマトの艦長って言ったら、この人だよね。戦闘中は圧倒的不利な状況に追い込まれても、決して絶望せず、冷静沈着な判断能力によって、戦いを勝利に導く歴戦の勇士だな。この人がいてこそのヤマト、というところがあるくらい、この作品における彼の存在は大きいな。そんな沖田艦長を演じるのは、もううちの動画では何度も紹介して、この時代では外せない方、納谷五郎さん。ほんとこの方はもうこの時代だと、正直どの番組見ても、どこでもいるくらいでずっぱりだね。やっぱり、この沖田艦長を演じたことでも人気が出て、アフレコ後にファンが出待ちしてるくらい、声優ブームのきっかけになったという。ただ当時の納谷さんは40代であり、なんでこんな老人役をやらなきゃならないんだと、不満に思っていたらしい。さすがに納谷さんも、当時はめっちゃ若かったのね。それにしては渋い声だけど、でも実は、沖田艦長の年齢は52歳であり、見た目よりは若く、元の設定ではさらに若い、45歳という年齢であった。失礼だけど、どう見ても70代に見えてしまうね。これは松本先生が、40代はもう年寄りという印象を、持っていたためのようである。なるほど、当時ならそうかもしれないね。現代なら正直、まだまだ若いってイメージだけど。そんな沖田艦長は、冥王星付近の宇宙空間で、謎の敵と遭遇した際。敵艦より入電。地球艦隊に次ぐ、直ちに降伏せよ。変身はどうしますか？我が目と言ってやれ。は？バカ目だ。こちら、地球司令船225号。バカ目、どうぞ。
ってた。ヤマトで一番最初に出てくる名言と言ったら、これだよね。当然起こった敵艦が襲いかかってくることになるんだけど、敵の圧倒的な物量と戦力に歯が立たず、壊滅状態となる。沖田艦長はすぐさま退却しようとするが、この時最後まで抵抗して戦ったのが、護衛隊長である古代守であった。古代、わしに続け。僕は嫌です。ここで撤退したら、死んでいった者に顔向けできません。いいか古代、ここで今全滅してしまっては、地球を守るために戦う者はいなくなってしまうんだ。明日のために、今日の屈辱に耐えるんだ。それが男だ。沖田さん、男だったら、戦って、戦い抜いて、一つでも多くの敵をやっつけて、死ぬべきじゃないんですか。古代、分かってくれ。沖田さん、僕はどうしても逃げる気になりません。見逃してください。お元気で、地球のことをよろしくお願いします。死ぬなよ、古代。最後まで戦うことを諦めない古代守は、必死に抵抗するが、敵の集中砲火によって艦が沈んで、帰らぬ人となってしまった。玉砕覚悟とでも言うのか。未来世界だけど、昭和の軍人って感じだね。ちなみに声を担当しているのは、渋い2枚目からコミカルと、幅広い役を演じられる、広川太一郎さん。ムーミンのスノークや、名探偵ホームズで有名な方だよね。艦長、兄の船はどうしたんでしょうか。君は？古代守の弟です。古代君の？そうか、古代君は男だった。え？勇敢な男だった。しかし彼はもう帰ってこない。許してくれ。兄さんが？無駄死にはさせん。どうして兄さんを連れて帰ってくれなかったんですか、艦長。そんな古代守の弟であり、本作の主人公であるのが古代進む。ヤマトの戦闘班長であり、波動砲の発射トリガーを引くのも彼だな。やっぱトリガー引くのは主人公の役だよね。めっちゃかっこいい。そのため通常は第一艦長に座っているが、時にはコスモゼロを買って自ら戦場に出て戦うこともある。総員コンバット B 体制。艦長、奴らの処理は僕に任せていただけますか。しかしワープテストに全エネルギーが波動エンジンに集中しているから、ヤマトの武器は使えんぞ。はい。南部ブラックタイガーチームへ直ちに出撃命令を出せ。はい。さすが戦闘班長なだけあって万能だね。あと兄を失っただけでなく、有性爆弾が落下して両親が死亡したため、ガミラスへの復讐を誓う直情型の性格であったが、仲間や艦長たちと触れ合っていくことで人として成長していった。やっぱり主人公らしく物語と共に成長していくよね。そんな古代進を演じるのは、今やレジェンドの中のレジェンドとも言える偉大な声優さんである富山圭さん。富山さんついに来たー。本当に偉大なレジェンド声優さんだね。声優仲間やファンらに惜しまれつつも、95年に56歳という若さで亡くなられてしまったのだけど、死してなお愛され続けるプロの声と評され、2008年から声優アワードの一部門として富山圭賞が設立された。現在も含めて、ほんとすごい影響力のある方だったのね。そんな古代と恋仲になっていく、ヤマト唯一の女性乗組員であり、シリーズのヒロインである森ゆき。ヤマトでは、生活班長兼レーダー手で、クルーの健康管理や、生活環境維持に気を配るほか、医務室においては、佐渡医師を補佐する、優秀な看護師でもあり、さらに日常は第一環境で、コスモレーダーの監視手も兼ねている。オールマイティですごいけど、働きすぎってレベルじゃない？でもまあ人類の存亡がかかってるから、仕方ないか。それにはどうも裏事情があって、彼女を演じられるのが、浅上陽子さんという方で、数々のヒロインを演じられており、有名どころだと、シティハンターの野上紗恵子や、ハドソン夫人あたりかな。おお、森ゆきに加えて、未だに人気あるキャラクターだね。そんな浅上さんなんだけど、当時は〇〇発見といった、レーダー員の機械的なセリフを苦手としており、未確認飛行物体、レーダー反応強し、ビデオパネルチェンジ。古代加藤の宇宙ゼロ戦機関、ブラックタイガーチーム機関中。ヤマトは月の軌道に乗りました。
波動エンジン異常なし。データ分析準備完了。ワープテスト20分前。どうしても甘い声になってしまうということで、途中から生活班の方がメインとなって、その結果仕事の内容がああなった。まさかそんな裏事情があったとは。今なら甘いボイスのオペレーターもありだと思うけど、時代かな。松本先生の描く女性というと、やはり一番有名なのはメーテルだけど、森雪も今もなお大人気な女性キャラクターだな。まあどちらかというと、基本はリメイクなど含めてアニメが有名だと思われるが、それでも先生の元デザインの素晴らしさが伺えるな。メーテルは神秘的すぎて近寄りがたい雰囲気だけど、森雪は庶民的でより好感を持てるところがいいよね。あと古代の親友で、訓練学校時代の同期でもあり、宇宙戦艦ヤマト航海班長として操舵手を務める島大輔。古代に負けられない。僕のスイッチ一つにヤマトの運命がかかっているんだ。島、しっかりやれ。今度はお前が勝負する時だ。命は預けたぜ。すぐカッとなる血気盛んな古代とは真逆で、島は優等生タイプで、精神的に落ち着いた大人な面が強調されている。そのため普段も礼儀正しく温厚で一見おとなしいキャラに見えるが、何事も臆することなく立ち向かっていく気骨さも持っている。いざとなると非常に頼れる親友というのがいいね。声を演じたのは中村修正さんで、やはり有名なのは明日のジョーのリキーシトールだな。おお、あのリキーシトールの方だったのね。あとヤマトという作品全体で重要なキャラとしては、ヤマトの工作班長である真田志郎。では私からワープについて説明します。ワープとは光よりも早く航行する方法です。もしこのタイミングが少しでもずれたら、おそらく3次元と4次元の間に挟まってヤマトだけでなくこの宇宙全体が吹っ飛ぶかもしれません。出た、こんなこともあろうかとの人。そこなんだけど、実は本編でそのセリフは言ってないらしい。似たようなことは言ってるが、なぜか代表的なセリフとなっている。そうなんだ、そのイメージが強かったんだけど。まあでも実際その通りに、敵の攻撃兵器の特性を即座に見抜き、その対抗策を実践して、ヤマトの危機をたびたび救ってくれる。それだけに科学技術全般に精通しており、波動エンジンを活用した新兵器である、波動砲を開発したのも彼だな。マジで天才すぎる人だね。しかも科学技術だけではなく、戦闘中では冷静沈着な判断で、様々な名参謀ぶりを発揮して、若い古代のサポートとして大活躍する。というのも彼が、古代の兄の守ると同期かつ、親友であったため、弟の進むを本当の弟のように思っており、そのため守に代わって講師に渡って手助けするようになり、彼の影響で進むも精神的に成長していくわけだな。なんという素晴らしい友情、真田さんはほんと人格者だよね。声を演じられたのは、やはり数々のアニメに出演されることとなる名優の、青野武史さんだな。ちびまる子ちゃんの祖父である、友蔵で有名だけど、それも富山さんから引き継いでいるというのが、なんとも素晴らしいつながり。ヤマトの古代と真田同様に、声優さん同士でも、深いつながりがある方たちだったのね。あと特徴的な仲間としては、ヤマトの軍医であるが無類の酒好きで、戦闘中や治療中も平気で飲酒する、佐渡酒造。何じゃい、人の睡眠を邪魔しよってからに。ワープテストが行われます。何じゃ、ワープ、特別にうまいスープのことかいな。ヤマトが時間を飛び越えることです。あ、そう。はい。うめ、寝覚めの酒はまた格別じゃねえ。いや、これはダメだ、全然通じてない。名前通りの大酒飲みなのね。酒が好きすぎて、エタノールに水を加えて酒を作り、ヤマトカクテルと称して飲んでいた。まあこのようにかなり問題のある人ではあるが、ここぞという時には年長者として、古代たちにいいアドバイスもしたりする。一応若いメンバーには、気を配れる人ではあるのね。演じられるのはやはりレジェンド声優であり、サザエさんの波平などで有名な、長井一郎さんだな。長井一郎さんは佐渡先生のような、コミカルなキャラも本当多かったよね。そんな佐渡先生とよく一緒にいる、調査、分析を任務とする、等身大ロボットであるアナライザー。昆虫のような見た目の頭部を中心に、メーターが多数ついており、ボディは3つに切り離し可能で空中に浮遊し、足はキャタピラ。見た目としては、いかにもなロボット前としてるよね。ただ妙に人間臭いところがあり、
酒を飲んで酔っ払ったり、森行きのスカートをめくって、セクハラ行為をしたりする。偵察機が不時着したんですってね。でも無事でよかったわ。今は一人でも若い人が必要な時だから。バカ！いいぞ、モッドや。いや、なんとけしからんロボットだ。そんなアナライザーを演じたのは、昭和から後活躍されて、今もなお80歳で現役の、尾形健一さん。コナンのアガサ博士として有名だが、NHK の教育番組や、最近だと NHK 大河ドラマの鎌倉殿などにも、顔出しでゲスト出演されていた。80歳で現役な上に、顔出しの俳優としてもご活躍されてるのはすごいね。夕日を浴びて死んだように沈黙しているヤマト。しかしヤマトには、人類の明日への希望が託されているのだ。果たしてヤマトが恐るべき力を発揮するのはいつか。ヤマトよ、200年の眠りから覚めて蘇れ。ということで、まだまだいろんなキャラがいるわけだけど、次回は宇宙戦艦ヤマトそのものについてと、敵であるガミラス帝国などについてを、語っていきたいと思うのぜ。ということで、それではまた次回もよろしくです。